はい、令和元年5月の今日は17日ですね。ちょっとテレビの音をちょっと落とします。これは NHK から国民オールトの本部の千葉県船橋市本町1丁目の事務所内にあります、1台しかありませんテレビです。まずこれ裁判の資料を証拠資料として出しておりますので、テレビの型番を NHK の弁護士さんが要求していますので、パナソニック、TH-L19C3 というものです。でこのようにですね、もちろんこれはテレビ朝日さんですね、であって、他のこのように民放も映ります。でこれは NHK を取り付けておりませんので NHK も映ります。はい、このように NHK、教育テレビ、そして NHK 総合テレビが映るということで、ここについては争いはないんですが、問題はですね、この BS 入力端子というところですね。今これ、UHF 地上波入力というところに、アンテナ線が来ておりますので、まあ、これはこのようにですね、抜くと、まあ、オスとメスということで、こちらがオスでこちら側がメスということでつながれるんですが、横から見るとこういう感じでですね、この入力端子をポキッともうこれペンチで折ってます。でこれ折った先はですね、特段チューナーを壊したりとかコンデンサーとか、まあ、いわゆる折っただけです。で折っただけの状態なのでチューナーは残ってるんですが、これをですね、BS の方に、これちょっととりあえず、もう一度映すようにですね、こうしますと地上波を入れますと映ると。で、これをですね、入力切り替えで、地上からですねこのように BS というチャンネルに持っていきますと当然受信できませんと、アンテナの設定や調整を確認してくださいと出るので、もちろんこれはねアンテナが刺さっていないので映らないということになります。でまあ、NHK の場合はこれチャンネルがですね、NHK のチャンネルは BS のこれですかね、 BS104 というところになるんですが、当然アンテナが刺さっていないので、受信できませんと。で、じゃあアンテナを近づけたら、前回の実験ではこれを近づけたら NHK は映ると言ってたんですが、これを実際近づけてみます。まあ、音を鳴らした方がいいのかな、ちょっと今音が鳴らなくしてるんですが、音を鳴る設定でですね、こうか、どういうことかな、音声、音が鳴るようにちょっと音を大きくして、で、まず音が鳴るように地上の今チャンネルにしました。で、まあこれ今アンテナ線が抜けているので映らないんですが、これをもちろんアンテナ線を地上のアンテナ線を挿すと当然 NHK は映ると、 NHK の地上放送は映りますということですね。でこれを入力切り替えで、地上から BS に切り替えるとですね映らないと。でこれ映らないだけじゃなくて、もちろんこれを近づけてもですね音声も出ないと。でまあ、前回のですね、その、なんだろう、実験の時には、まあ、NHK はこれをですね、この線をむき出しにして、ここに近づければ映るという主張をしたんですけども、まあ、これ、よくよく調べてみますと、その、アンテナ線をですね、むき出しにして、いわゆる接触させるとですね、ショートとかいわゆる漏電とか火事の火災の危険性があるということで、もしね NHK がそれでも受信できるという主張をしてきたら、まあ、そういうことでいいんですかと、まあ、火災の危険性があるような視聴方法でしか受信できないのに受信できるんですかということで、最終的には裁判所の判断を受けたいと思います。まあとにかくこういう裁判はですね、もう NHK を勝たせようということで必死になります、裁判所は。でもう僕はこれ自動受信ですよね、このマンションが勝手に
NHK の衛星放送も地上放送も映るようなアンテナを勝手にこのマンションが建ててるわけですね、マンションのオーナーが。で、我々はその賃貸者ですから、このマンションを借りると自動的に衛星放送が映る電波が来るわけですね。テレビもですね、今オリオンさん以外のテレビは、このパナソニックのテレビは全部 BS のチューナーがついてます。だから自動的にまあ衛星放送が映ってしまうと。そうすると1ヶ月2280円の受信料ということで、地上放送だけだと1310円ですから、その差約、まあその差970円もあります。この実験、こういう裁判をしているのは NHK の地上放送だけを見たいという、特に高齢者ですね、衛星放送はいらないけども地上放送だけを見たいという、そういう方の希望というか要望に応えるために、こういう実験を、まあ、裁判をして実験をしているということでございます。これ裁判の証拠ですので NHK さんぜひですね、こういう状態で、どういう反論をされるかやっていただきたいと思います。ちょっとね、同軸ケーブルを抜き出してやるっていうのはもうそもそも線を用意していませんし危ないということなので、それはしません。 BS の入力端子をまあへし折る、ポキッと折った状態で衛星契約が必要なのかどうかを純粋に、裁判所の判断をしていただきたいと思っております。以上です。参議院選挙に、そして裁判に勝って NHK をぶっ壊す。